はい、こんにちは。今回なんですけれども、復刻が来てほしいイベントというものをね、 YouTube 上でアンケートを取ったところ、こんな感じの結果になりました。復刻が来てほしいイコールコンプリートができなかったピクミンということで、皆さんね、まあ、それぞれコンプリートできなかったピクミンがいるんだと思うんですけれども、やっぱりね、花札が圧倒的に入手難易度が高かったのが、まあ、これでわかるかなと思います。でコメント欄を見ていくとね、非常に興味深くてですね、こうやって見ていくとね、このコメント欄に書かれているものはね、イベント難しかったイベントがもう列挙されてるのとあまり変わらないんですよ。そこで今回は皆さんがね、難しいと感じたイベントをね、5つほどまとめてみたので、そちらをね紹介していこうかなと思います。それではどうぞ。2023年メガネイベントは2022年12月26日から2023年の11月の15日に開催されていたイベントです。こちらのイベントはね、イベントの期間が年末年始ということもあってね、非常にその遊びにくい環境だったんですよ。さらにこちらのイベントで手に入る2023メガネピクミン、入手方法が1万歩歩かないと引っこ抜けない、しかも複数持てない、イベント内からしか取れなかったので、めちゃくちゃ歩かなくちゃいけなかったイベントでした。ただしね、このイベントは500コインのメガネを買えば確定で欲しいピクミンがもらえるイベントでもあったので、こちらのイベントはね、その課金をしていた人にとってはコンプが簡単だったけれども、無課金を貫いた方にはね、非常に難しいイベントになってしまいました。ちなみにこちらのイベントはアイテム購入で欲しいピクミンが入手できる系イベントの元祖です。全てはここから始まったというわけですね。ウィンターシールイベントは2022年12月21日から2023年の1月の11日に開催されていたイベントです。イベント期間中に入手した道端のピクミンが特別なウィンターシールをつけてくれるイベントでした。道端の苗を拾えばいいだけだから、ピクミンの入手自体はめちゃくちゃ簡単だったんですよ。ただしね、このイベント、まさかのピクミンがね、7種全部一気に実装されたんですよ。でこちらのイベント、何が問題だったかと言いますと、まだねリリースしたての頃に始まったイベントだったということです。リリースしたての頃に始まったイベントだから、レベルがね23にならないと手に入らない岩ピクミンがね、手に入れられなかったという方がね結構いたそうです。ピクミンブルーもリリース初期からやっていて、さらにリリース初期からレベル上げをちゃんとした人だけが持っているピクミン、それがウィンターシールデコピクミンです。コッパイ星人の宇宙服ピクミンは実質ですけど2022年の11月28日から12月の29日に開催されていました。ピクミン3デラックスイベントの第2弾にて登場しました。こちらのピクミンはね、花植えのお題をクリアすることで赤と青と黄色ピクミンを確定入手することができたイベントなんだけれども、イベント期間がとにかく短く、しかもねコンプをするためにはなんとね12日間でフラワーをね3万5千本も植えなくちゃいけなかったんですよ。ちなみにお題は3つありまして、最後のお題の花を2万本植えようをクリアしないと黄色ピクミンが手に入りませんでした。だからこの黄色ピクミンですね、コッパイ星人の黄色ピクミンを持っていない方は結構いるんじゃないかなと思います。しかもこのイベントね、何が辛かったって、こちらピクミン3デラックスイベントの第2弾で登場したんですけれども、ピクミン3デラックスイベント第1弾で何をやったかと言いますと、歩くお題をねこなすイベントだったんですよ。歩くお題もね、非常にね要求される歩数がね多くてですね、この歩くお題が終わった後に追撃で花植えのお題があったから、もう歩くお題で力尽きてしまった人も結構いたのではないでしょうか。イースターの赤、青、黄色ピクミンはイベント期間は実質2023年4月の17日から4月の30日に開催されていまして、こちらのピクミンはイースターイベント第2弾にて登場しました。25のお題をクリアするともらえる紫、白、岩、羽ピクミンは比較的入手が容易だったんですけれども、問題は赤、黄色、青ピクミンです。こちらのピクミンはキノコを壊してイースターエッグをゲットするイベントだったんですけれども、大当たりの金の卵がなかなか出なかったんですよ。さらにこのイベントの鬼畜なところは、大当たりの金の卵には必ず苗が入っていたわけではなくて、
外れのおかわりチケットと花上加速器ばっかり出てしまって、全く苗が入手できない方もいました。この金の卵の中におかわりチケットと花上加速器が入っているせいで、卵をね35個入手しても1個も苗が出なかった方もどうやらいたそうです。一応このイベントはね、キノコを壊すお題もあって、お題を全てクリアすれば確定コンプできるようにはなっていたものの、無課金ではお題完遂が不可能でした。とても難易度が高くて、キノコを61個破壊で確定コンプというね、まあ明らかに課金をしないとお題を最後まで進められないようなイベントになっていたので、こちらのイースターの赤、青、黄色ピクミン、紫や白や岩や羽ピクミンと比べて圧倒的に入手難易度が高かったです。僕もね、最後の最後まで黄色ピクミンが出なくて、最終的にこのお題を全てクリアして確定の入手枠で黄色ピクミンをゲットしたというね、とても苦い思い出があります。さあ皆さん、お待たせしました、花札ピクミンでございます。花札ピクミンは2022年9月の5日から9月の25日に開催されていたイベントでして、こちらはね、20のお題とウィークリーチャレンジの報酬で手に入る金の苗から花札ピクミンが手に入るイベントでした。ただしね、こちらのイベント、ウィークリーチャレンジは2万パール高、1万本の花を植えようだったから、今と比較したら苗の入手難易度はそこそこね低かったんですよ。しかしね、こちらは文句なしの最難関イベントといいます。アンケートの結果にも出てる通りなんですけれども、デコピクミンが24種類一気に実装されたんですよ。この20日というね、とても短い期間で24種類のデコピクミンをねコンプリートするのはほぼ無理に等しく、僕も1万円分くらい課金してようやくコンプリートをした記憶があります。こちらのイベント、コンプリートがしたければとにかく課金をして、ひたすらウィークリーチャレンジをぶん回して、さらにねそのウィークリーチャレンジをぶん回した上で運を味方につけないと非常にコンプリートが難しいイベントでした。今回はね、皆さんのコメントをもとにピクミンブルームの難しかったイベントを5つほど紹介させていただきました。皆さんのね思い出のイベントは何かありますでしょうか。コメントで教えていただけますと幸いです。ということで、今回この辺で以上とさせていただきます。ありがとうございました。